トワイライト、トワイライト連邦共和国 Vlog。 今日は仕事で待ち合わせのために六本木ヒルズに来ています。六本木ヒルズのスタバです。日本では滅多に行かないスタバなんですけども、六本木ヒルズっていうのは何もないんですよ。何かあるようで何もないビルが六本木ヒルズなんです。自動販売機も表立ったところにはありませんし、座るようなところはいっぱいありますけど、ここの1階と2階にスタバがあるんですけど、どちらも行列でいっぱいというようなところで、意外と不便なのが六本木ヒルズです。実はね、地下鉄の駅からも遠いんですよ。日比谷線だとまあなんとか歩いて10分以内で来れますけども、大江戸線となるとホームから10分で来れるかな、無理じゃないかな、結構遠いんです。一番便利なのが実は都営バスで、六本木ヒルズの下から渋谷と新橋方面に出ていて、実は、一番こうヒルズ族が乗らなさそうな都営バスが一番便利だったという、そういう何かありそうで何もない六本木ヒルズです。まあ、隣にテレ朝がありますので観光客はいっぱい来るんでしょうけども、あとはもう商業ビルですので、あの IT 企業とか、六本木ヒルズのヒルズ族って今いるんかどうか知りませんけど、昔の IT バブルで、濡れてみやがってお金を多く稼いだ人が住んでるのかも分かりませんけども、ちょっと私には世界が違うので分かりません。別に六本木ヒルズの話はどうでもいいんですが、上海から日本に帰ってきてですね、中国で作ったゆうちょ銀行の、口座をですね、モバイルバンキングで、余ったお金置いといてもしょうがないので、まあ、しょうがないっつってもね、普通預金で 0.35% あるんですよ、利率が。なので日本が 0.001% だということを考えると、350倍、ですね、あるんですよ。まあですけども、別に1ヶ月内に行く予定、まあ1ヶ月とは言わず3ヶ月ぐらい以内に行く予定はないので、余ったお金の半分ぐらいを定期預金にしたらどうなるのかなと思って、モバイルバンキングをですね入れようと、スマホにねダウンロードして入れようと思ったら、そもそもですね Google が中国ではダメなので、中国で Google が繋がらないということは Google Play にそもそも入ってないんですよ、銀行のアプリが。仮に入ってたとしても中国人がダウンロードできませんので意味がないんですよね。で、どうも中国は Android を使ってるのに iPhone 以外はどうしてるのかなと思ったら、ちゃんとですね、中国企業って、例えばバイドゥとかですね、あるいはファーウェイありますよね。ファーウェイは、日本でもスマホ売ってますけど、まあ、所詮中国の会社ですから、ファーウェイがですね、そういう、なんていうか、Google Play に代わる中国版 Google Play みたいなのを、こう各社、何社かが作ってるんですよ。で、そこに中国の、例えばその銀行であるとか、そういういろんなサービスの、アプリを登録してるんですよ。なので、Google Play で中国の銀行のアプリを探しますと、いくつか出てきますけども、大半は世界展開している大きな銀行のインターナショナル版だったりするんですよね。中国ローカル用のものっていうのはほとんどは Google Play にはないんですよ。で、それが分かったので探して、探すと銀行って言うと山のように出てきます。それは中国ですから国土が広いので人口も多いので日本よりも銀行は多いんですよね。だから山のように銀行のモバイルバンキングのアプリが出てきます。で、それでゆうちょ銀行を探しまして、インストールして、まあいろいろ手続きをして、使
使えるようになるんですけども、定給、人民元の定給金っていうのはあれ、3ヶ月が最低かな。6ヶ月、1年、2年、3年、5年までかな、あるんですよ。で、とりあえず、失敗してもいいように、試しに、一番期間の期限の短い3ヶ月をですね、500元。だから、日本円に言うと、8000円、7000円、8000円ぐらいですかね。を、ピュッてやったら、成功って出まして。あ、そういえば利率確認するの忘れたわ、と思って、見ましたら 1.35% でした。3ヶ月の定期預金で、年利ね。年利 1.35% の、あ、1.3 か。ん？ちょっと待ってよ。ごめんなさい。普通預金が 0.3% なので、日本のメガバンクの300倍。で、定期預金が 1.35% なので、普通預金の1350倍。日本の定期預金の135倍。という感じの利率でした。まあ、1.35% と言いましても、年利なので、ついた利率の12分の3なんですよね。もらえるのは。あと中国の税金がかかりますので、それを引かれて実質なんぼかは知りませんけども、まあ何にしろ、日本だったら2月と8月に、利息がつきますけど、まあ相当なお金持ちの人は別として預けてても1円もつかない、ようなこう状況ですので、まあそれを考えると別に使わないお金ですし、外貨預金っちゃ外貨預金ですけど、別に日本円に換算して日本で使おうっていうお金じゃないので、1万円、2万円しか入ってませんので、そもそも。今度もこういった時にまたなんか買い物したりご飯食べたりする時に使うお金ですから、別にほっといてもいい状態ですので、そのまま定期預金しました。まあ、半分残ってますけどね。半分はまあいざという時のために日本で円が引き出せるようにしておくんですけども、まあ、その必要もなくなれば。切れちゃいますね。こちらはですね、特にフィリピンの方はなんかモバイルバンキングから何ができるかというと別に何もできなくて、なんか特に例えば定期預金を作るとかというようなことを手続きはできなくて、まあできることといえば送金とか振り替え振り込みぐらいですかね。だけどフィリピンというのはあまり振り込みって使わないんですよね。一般的じゃないんですよね。その特に商業関係だと振り込むとですね、誰がどの銀行から何のためにお金を振り込んだのかがよくわからないっていうところがありまして、一旦全部銀行に入れてそこから相手に小切手を振り出すか、自社で使う現金についても一度全部お金を銀行に入れて、そこから自己宛て小切手を振り出して銀行からお金を出してきて使うっていう風な、そういうプロセスを取ってるんですね。で、例えばコンドミニアム、まあ、アパートを例えばフィリピンで借りようと思った時には、まあ、日本だったらその敷金だ礼金だっていう制度があるので、なんか特に1年分、家賃を前払いしないといけないとかいうことはないですけど、フィリピンはですね、1年分前払いとかいうのはやっぱあるんですよね。で、現金しか持ってないと本当に1年前払いしなくちゃいけないんですけど、小切手があるとですね、先日付小切手って言いまして、要はその毎月毎月、例えば月末だと、今6月ですから6月末に払う家賃の分、7月末の家賃、8月末の家賃というふうに、向こう1年間12枚の小切手をあらかじめ切って渡しておくんですね。で、大家さんは、その期日が
到来すると、それを銀行に行って、換金するということ。まあ、一種の保証ってもね、自分で保証するだけなんで、小切手銀行が保証してくれるわけじゃないので、自分が保証するわけですけど、まあ、少なくともその人がチェック口座、チェックっていうのは小切手ですけど、小切手の口座を持ってて、それだけの預金が、口座預金が、残高があるという前提で小切手を振り出しますので、まあ、そうやって先付けの小切手を1年分振り出しておけば、今すぐに1年分を前払いして現金を払う必要がないという、そういうプロセスを取ってるみたいです。これは光熱費、公共料金も全部そうみたいですね。水道代だとか電気代だとか請求が来ますよね。で、大家さんのところからこう割り振りできた場合には、大家さんのところに行って、目の前で小切手を切って、まあ、要は1ペソとか、センティモ、セントですね。補助通貨の単位まできっちり小切手で書けばいいわけですから。で、それを渡す。あと、税金、納税もそうって言いますね。納税も小切手で払うというのが多いらしいですので、意外と、小切手の役割っていうのは、大きいんだなというふうに思いました。多分ね、これはアメリカの影響だと思います。一番直近統治されたのがアメリカで、その前が日本。その前は長い間スペインでしたけど、さすがにスペイン時代はもうかなり前の話ですので、そういう金融制度っていうのが整ってなくて、まあ日本の後アメリカの時代、の統治の時代に、いろんなこう金融面だとか法律面だとかそういうのが整備されて、その文化が浸透したっていう経緯があるのかもしれません。だからもうアメリカ式ですね。ないのはチップぐらいですかね。チップとカードが普及してないぐらいですかね。クレジットカードはあまり持ってる人がいないです。富裕層以外っていうのはフィリピン個人でも普通に小切手を切ってる。だから当座預金を持ってるっていうお話でした。私は持ってません。多分作れないと思いますよ。ただの旅行者ではなんか部屋でも借りて住まないと多分住めない、多分無理だと思います。まあ今度行く機会があったらチャレンジしてみてもいいですけど、小切手ね、あってね、日本に持ってきても使えませんからね。ペソ建ての、フィリピンペソ建ての小切手帳を持ってて、もう日本で振り出しても何の意味もないですから、紙切れですからね。なので、あんまり意味はないと思いますけど、ね、まあ、機会があればチャレンジしてみようと思います。以上、六本木ヒルズからでした。